ニキ選手、はい、本日はチャンスボールをうまく打つ方法ですね、はい、相手のボールが少し緩くて高いような、はい、高い打点からチャンスボールを打つという設定で、うまく打つコツを教えてください。はい、まあ、チャンスボールを打つ上で、僕自身が一番ちょっと大事だと思っているところは、チャンスボールだからといって特別な意識を持つのではなくて、またスイングも、別にこう球打点が高いからといって上から下に打ち下ろすようなイメージではなく、いつも皆さんが振ってるラケットのスイングのイメージから僕はあまり変える必要がないと思っていて、あまり特別な意識を持つのではなく、あとは自分の体の勢いを使ってボールを飛ばす。相手のボールの勢いがないので、その分自分が踏み込んだりオープンスタンスから最後前に体重を乗せてあげることで、その勢いでボールを飛ばすイメージを持ってもらうところと、打点が高いので体の軸が前後左右にちょっとブレやすいと思うんですけど、そこさえ注意して、その2点さえ注意してもらえれば、チャンスボールとはいえ他のショット、他の打点で打つときとはあまり特別変化をつける必要はないのかなと思ってます。はい、はい、じゃあ実際にちょっと、打ってるところを見せてください。はい、お願いします。どうしてもチャンスボールは、チャンスなので一発で、決めなくてはいけないというような意識にとら、われてしまうんですが、極力そうではなく、普通の、ラリーをしている時のショットと同じぐらいの、テンション気持ちで、こう構えてボールを打つということです。で、打点が高くなったことで、上から打ち下ろすのではなくて、しっかりスピンをかけて、高い打点からも、直線的になりすぎないように、放物線を描くということですね。で、ボールを打つというのがコツということです。であとは、頭が前後左右に倒れない、力むとどうしても、体が突っ込んでしまったり、体を引っ張り込んで倒してしまう、癖が出ると思うんですが、頭の位置を止めてハードヒット。確かに、というように、意外と力まずに、バランスを保ちながら、体の勢いで打ってます。いいですね。ラストの2球お願いします。はい、はい、多分多くの人が、はい、チャンスボールを打つときに、はい、こう力んでしまう、力任せにどうしても決めたいので力んでしまうと思うんですが、はい、力まずに打つときに、はい、力を入れるポイントっていうのはないですか。こうやってやるとボールが飛びやすいとか、例えば打点が前とか、はい、打点の高さが、どうかとかって、そういう、はいはい、ですね、まず1点、打点の高さに関しては、はい、肩よりも上の打点になってしまうとどうしてもこう脇が開いてしまって、力が入りづらい、ポジションになってしまうので、まず打点の高さに関してはもちろん難しい場合もあるんですけど、肩口まで、せめて肩口までの高さで打てるようなイメージを持ってあげた方がいいかなと思います、はい、高くなりすぎない、はい、目安は肩、そうですね、はい、肩口ですね、はい、あと打点の前後の距離なんですけども、はい、もちろんやはり前で、打ってもらった方が、力を伝えやすいと思うんですけれども、はい、相手のボールに勢いがないので、最後自分が踏み込む分、はい、自分の体が
いつも止まって打つこのポイントよりも最後動いて打つ分だけ多分これぐらいちょっと距離が変わると思うので、ああなるほど、はい、前後に。でその距離をちゃんと自分の、もちろん皆さんのグリップとか力の入りやすい打点は人それぞれ違うので、ただそのいつも止まってこう相手のボールの勢いを利用して打っている時とはまたチャンスボールで勢いがないとき、踏み込んで打つときは最後自分の体が動く距離分打点が前後にずれると思うので、はい、そのちゃんとスペースを取ってあげてそこに自分のなんていうんですか、空想の打点を最初に決めてるようなイメージで、はい、そこに向かって最後体がうまく自分の、僕だったらこの辺りだと思うんですけど、はい、力が入りやすい打点をイメージしてもらって構えておいて最後そこに自分の体を乗せてあげるようなイメージを持ってあげると力が入りやすいんじゃないかなと思います。なるほど、じゃあボールに近づかない、はい、バウンドに近づきすぎないということですね。はい、そうですね。とても参考になりました。はい、はい、じゃあ最後何球か、フルスイング、ハードヒットをぜひ見せてください。はい、フルスイングするときも、本人は力をあまり入れてないということ、力んでないということです。かなりエネルギッシュです。ラスト2球お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。